ました。今日は前回の続きでトルコをウィキペディアで読み上げます。文化からです。もともと動画に載せる予定がないため、スマホで縦写しとか横写しとかバラバラですが、ご了承願います。写真も動画も記念で撮っていたのを思い出しながらつないでいます。多分ですが2018年1月24日を成田から出発して9日間のバスツアーでした。飛行機泊の2日間を含めて実質7日間です。 120% の旅行でした。1月末の高松は今の季節と変わりません。トルコも同じでした。不思議に思いましたが、緯度は同じようですので季節も日本と変わらないのかと自分勝手に思っています。高松と同じ感じで寒かったですが、それなりの服装を準備していましたので快適でした。そうそう、トルコは広いです。旅行はシーズンオフがおすすめです。シーズンになると荒野にいろいろな作物とかできて、もっと素晴らしいのではないかと思いますが、多分ですがシーズンとなると混雑して身動きが取れないのじゃないかと思いました。それだけ素晴らしい国でした。今回は全てスムーズで快適な旅でした。この写真が終わればいつものようにウィキペディアで続きを読み上げます。どうぞ。Thank you.
出典フリー百科事典ウィキペディアより。文化、国土はヒッタイト、古代ギリシア、ローマ帝国、イスラームなど様々な文明が栄えた地であり、諸文化の根高が文化の基礎となっている。これらの人々が残した数多くの文化遺産、遺跡、歴史的建築が残っており、世界遺産に登録されたものも9件に及ぶ。詳しくはトルコの世界遺産を参照。伝統的な文化はこのような基礎文化に、トルコ人が中央アジアからもたらした要素を加えて、東ヨーロッパから西アジアの諸国と相互に影響を受け合いながら発展してきた。近現代のオスマン帝国、トルコはちょうど日本の文明開化と同じように西洋文明を積極的に取り入れてきたが、それとともにトルコ文学、演劇、音楽などの近代芸術は言文一致運動や言語の順化運動、社会運動などと結びついて独自の歴史を歩んできた。こうした近代化の一方で、歴史遺産の保全に関しては立ち遅れも見られる。無形文化財ではオスマン古典音楽の演奏者は著しく減少し、また剣術、弓術などいくつかの伝統的な技芸はすでに失われた。有形の遺跡もオスマン帝国時代以来のイスラム以前の建築物に対する無関心は現在もつくかなからず残っており、多くの遺跡が長らく管理者すら置かれず事実上放置されてきた。近年はいくつかの有名な古代ギリシャやローマ帝国時代の遺跡やイスラム時代の建築が観光化されて管理が行き届くようになったが、依然として多くの遺跡は風化の危機にさらされている。このような状況に対する懸念も表明されているが、その保全対策は財政事情もありほとんど全く手つかずの状態である。食文化、詳細はトルコ料理を参照。トルコ料理は伝統的に世界三大料理の一つとされ、ギリシャ料理やシリア地方の料理、レバノン料理などとよく似通っている。またイスラム教国ではあるが、飲酒は自由に行われており、ブドウから作られアニスで香りがつけられたラクが有名である。ワインやビールの国産銘柄も多数ある。コーヒー粉末と砂糖を入れた小さな容器を火にかけて煮出すトルココーヒーはユネスコの無形文化遺産に登録された。文学、詳細はトルコ文学を参照。ハリデ・エディプ・アドゥバル・ナーズム・ヒクメット・ヤシャル・ケマル・オルハン・パムク・ノーベル文学賞2006年。音楽、詳細はトルコ音楽を参照。伝統的なトルコ音楽の一つ、オスマン古典音楽はアラブ音楽との関係が深く、現代のアラブ古典音楽で演奏される楽曲の多くはオスマン帝国の帝都イスタンブールに暮らした作曲家が残したものである。オスマン帝国とトルコ共和国で行われてきた伝統的な軍楽メフテルは多くの国に脅威と衝撃を与え、音楽家は着想を得ていくつものトルコ行進曲を制作した。建築、建築はイランとギリシャ双方の影響を受け、独自の壮麗なモスクやメドレセなどの建築文化が花開いた。その最盛期を担ったのがニマール・スイナンであり、スレイマン・ジャミーなどに当時の文化を垣間見ることができる。俗にトルコ風呂などと呼ばれている公衆浴場文化、本国においては性風俗店の意味はなく、伝統的浴場のイデアルは中東地域に広く見られるハンマーム、ハマムの伝統に連なる。逆に中東やアラブの高級として理解されているハレムとは実はトルコ語の語彙であり、多くの宮女を抱えたオスマン帝国の宮廷のイメージがオリエンタリズム的な幻想に乗って伝えられたものであった。世界遺産、詳細はトルコの世界遺産を参照。国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が11件、複合遺産が2件存在する。インターネット、トルコにおける検閲英語版および
2017年トルコのウィキペディア閲覧制限を参照。政治的な理由でネット検閲が行われている。2014年には裁判所の命令がなくてもウェブサイトを遮断したり、インターネットを通じて個人の閲覧記録を収集したりすることを首相に認める法律、インターネット法に関する5641改正法が可決されている。そのため YouTube など Google 関連を含む約3700の外部サイトへのアクセスは政府によってブロックされており、反政府運動の抑え込みや言論統制を理由に Facebook や Twitter などソーシャルネットワーキングサービス SNS もたびたびブロックされている。2017年4月29日、政府は国内からのウィキペディアへの通信を遮断したと発表。運輸開示通信省英語版はウィキペディアに政府がテロ組織と連携しているような記事が書かれていることを非難し、トルコに対して中傷作戦を展開する情報源の一部になっていると主張している。当局はウィキペディアに対して削除を要請したが、ウィキペディア側は拒否したという。ウィキペディア側が要請に応じた場合、遮断解除を行うとしている。スポーツ、国民的なスポーツとしてはまずサッカー、トルコ語でフットボール、発音フットボールが挙げられる。国内には18のプロクラブが参加するスーペルリグ、スーパーリグを頂点に2部リーグ、3部リーグ、さらにその下部の地域リーグが置かれ、プロアマ合わせれば膨大な数のクラブが存在する。またサッカークラブの多くは総合スポーツクラブの一部であり、バスケットボール、バレーボールなど多種目のスポーツチームを同じクラブが抱えることも多い。 UEFA 加盟国であるためスーペルリーグ上位クラブは UEFA チャンピオンズリーグや UEFA ヨーロッパリーグに参加可能である。その中でもイスタンブールのフェネルバフチェ、ガラタサライ、ベシクタシュと、トラブゾンのトラブゾンスポルは4大クラブと呼ばれ、テレビ、新聞などでの報道量も他に比べ抜群に多い。これらのクラブは実力的にも上位にあるため、 UEFA 主催のリーグに参加することも多い。 UEFA 主催のリーグに参加するクラブは半ばトルコ代表として扱われることもあり、これらの強豪は地域に関わらず全国的に人気がある。またイスタンブールのフェネルバフチェ、ガラタサライ、レシクタシュの3クラブはイスタンブール証券取引所に上場する上場企業でもある。2004-05シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの決勝はイスタンブールのアタツルクオリンピアットスタドで行われ、イスタンブールの奇跡が起こった。サッカートルコ代表は2002 FIFA ワールドカップで3位に入るなど健闘した。この大会では開催国の日本と韓国に勝利しており、同一大会で2つの開催国に勝つという珍しい記録を達成した。また優勝したブラジルには1回敗北している。他にプロスポーツとしてはバスケットボールとバレーボールのプロリーグが存在する。特にバスケットボールは NBA でのトルコ人選手の活躍や2010年に世界選手権が開催されたこともあり、近年人気が上昇している。また2005年から2011年までは F1 トルコ GP が開催されており、 WRC のラリー・オブ・ターキーと合わせてモータースポーツにおける発展も期待される。650年の歴史を持つ伝統格闘技としてヤールギュレシ、オイルレスリングがあり国技となっている。アマチュアスポーツとしてはレスリング、重量挙げなど人気がある。またトルコ人の気風を反映してか柔道、空手道の道場も非常に多い。競馬や競走馬の生産も行われており、日本産馬ではディバインライトがトルコで守護馬として供用されている。以上でウィキペディアの記事読み上げは終了いたします。はい、いかがだったでしょうか。ウィキペディアでトルコを読み上げました。
その中で詳細はという記事を何度も見かけました。初めての海外旅行で行く前に事前にその国を調べておくのは必須だと思います。なぜならハンサムなガイドさんがいろいろ説明されますが一向にわからない部分が多かったです。もう少し事前に勉強していれば後から見返しても覚えていることが多かったと思います。素晴らしいモスクも名前すら知っていなかったことは今になって情けない恥ずかしい限りです。この動画を見て少しでも役に立てたらと思います。どこに行くにしても事前にその場所を知っているか知らないかで見方も変わると思います。まだ写真は整理できていません。動画もスマホで撮った分のみです。それでも撮っていたためここに表現することができました。この後も機会があれば残りを載せていく予定です。これが最後になるかは分かりません。これだけではツアー情報が分かりませんよね。トルコのウィキペディアの記事はこれで終了です。もう少し詳細を今から調べていきたいと思っています。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。